こんにちは、ショートです。今回なんですけれども、今来ている NASA の性能解説をですね、改めてやっていこうかなと思っております。まあ去年も一度やったんですけど、このキャラ実装当初から今にかけて、まあおそらく一番強い副将になってるんじゃないかなと思うんで、まあそのぶっ壊れ具合を改めて見ていこうかなと思っております。それでは NASA の性能について見ていこうかなと思います。まあ私としてはお前がナンバーワンだといった感じでNASAのことを思っております。で、まあまずなんですけど、まあどのぐらいぶっ壊れてるかっていうお話をした後にですね、私ちょっとこれ未だにレンゲかレンゲかどっちかで読み方わかんないんですけど、今回はレンゲでいきます。レンゲの性能ですね。でスキル1の性能、スキル2パッシブ総評とやっていこうかなと思います。ですね、まあどのぐらいぶっ壊れてるかについてなんですけど、まあ私が実際ですね、無課金のサーバーでやった感じなんですけど、まあ取ればですね、戦力100万ぐらいで、まあステージ80ですね、旧転生条件ですね、ここが。ちょっと今はレベル100になってから転生の地っていうやつをやったら転生できるみたいなんですけど、まあ、もともとはステージ65かな、今80になってると思うんですけど、そこを突破すれば転生できたはずなんですが、まあ、そこくらいまではいけるかなと思います。しかもですね、まあ、どこでも活躍できる、まあ、戦役であろうがボスであろうが、まあ、訓練所でも城でも闘技場でももうどこでも活躍できるっていうのがいいところですよね。まあ、強いて言うなら城はちょっと苦手かなとは思ってます。でしかもですね、格上でも問答無用で倒していけます。まあ300〜400〜500万ぐらいの戦力差であれば、まあ、ナタ同士ではダメだと思いますけど、格上でも問答無用で倒していけるかなと思いますね。私も実際総戦力500万ぐらい、まあ300万ぐらいのナタで3000万ぐらいの方になんかたまに勝つ時もあるんで、まあ、格上でも倒していけるっていう強みがあります。でしかもですね、まあ、私は闘技場において反射とデバフっていうのがキーになってくるかなと思っているんですけど、まあ、このキャラどちらも兼ね備えていて、反射耐性が、まあ、ある。反射基本的に効きません。でさらにですね、最大6回復活することができるっていうのと、デバフ耐性も持っているっていうので、もう闘技場で必要な項目、まあ私としては反射とデバフあればいいと思ってるんですけど、さらに復活も6回もできるっていうところでめちゃめちゃ強いですよね。もうこのキャラに関してだけ言うと、専用の対策が必要なレベルで、まあみんな使ってる方も多いんで、専用の対策が必要なレベルになってきているんじゃないかなと思っております。まずはこのキャラの切っては切れない部分になるかなと思うんですけど、レンゲの性能について見ていこうと思います。まあ上にいっぱい文字が書いてあるようにですね、めちゃめちゃ長いんですよ、このキャラ。スキル1、スキル2、パッシブ全て、まあ長ければ長いほどこのゲーム強くなる傾向があるんで、まあしっかり読んでいこうかなと思います。まずですね、戦闘で死亡した場合1回のみ復活できます。まあここは純粋な復活ですね。でさらにですね、まあ、復活した後、まあ、10% まで回復すると。で 10% やと結構低い方なんですけど、まあ、その後5ターン間にレンゲ状態に入る。でこのレンゲ状態っていうのがまず、白バフになるんで解除ができ、バフ剥がしとかで解除されません。で状態上耐性が 100% 増加します。でですね、まあ、レンゲ状態は致命傷、自身の残り HP より大きいダメージを阻むことができる。まあ、要するにですね、これ自身よりダメージ、まあ、例えば自身の HP が 1万だったとしたら、まあ、1万1以上の攻撃を食らった際ってダメージ食らわないんですよ。で、さらにですね、まあ、そのダメージを受けた時ですね、そのダメージを無効にして、レンゲ状態の残りターンを一旦使ってですね、HP 8% 分の HP を回復します。なんで敵の攻撃を受けているのに回復するっていうよくわかんない状態が発生しますね。でさらにですね、自分が攻撃している時に致命傷を受けた場合はレンゲの残りターン数を消費せず致命傷を阻む。ちょっとこれも文章だけ読むとわけわかんないと思うんですけれども、要するにですね、反射が効きません。まあ、正確に言えば効くんですけれども、
反射で死亡した際ですね、まあ反射で死亡するダメージを受けた際は、その反射はダメージなしというわけわからない状態になります。なんでまあレンゲ状態の時はもう反射っていうのはないものと思ってもらって結構です。なんでまあレンゲに入ってからがこのキャラ勝負ですね。まあ、レンゲ入るまでは正直ありきたりな、どこにでもいるキャラなのかなとは思っています。で、5ターンではあるんですけれども、デバフ耐性と反射による死亡無効っていうのが得られる。で、まあレンゲの残りターン数イコール、まあ、復活できるっていうところで、1回通常の復活があって、まあ、プラス5ターン5回分ですね、復活できるんで、まあ、合計6回復活することができると。で、続いてスキル1の性能に移っていきます。まあ、これも長いんですけど、敵を6回攻撃し、毎回 700% の物理ダメージを与える。で、毎度攻撃する前にですね、自分の筋力値が敵より高い場合 100% の確率にターン内では敵を撃砕にさせます。まあ、これ攻撃前撃砕なんで、筋力値さえ勝っていれば、まあ、ミスローと撃砕状態を付与していくことができると。で、まあ、効果としては 80% 低下ですね。で、まあ、このキャラ、まあ、6回攻撃っていうところで、敵全体への撃砕はできないんですけれども、撃砕キャラとしてはかなり火力出るキャラになってますね。自分の残り HP が 50% より高い場合はこの攻撃がクリティカルになって、HP が 50% より低い場合はダメージが倍になるっていうところで、どんな HP でもまあダメージ補正があるっていうのが非常に優秀です。で、さらにですね、まあ、さっきのパッシブであったレンゲ状態になっていたら、毎度攻撃前に 100% の確率で敵のバフを一つ解除させる。これも攻撃前なんでミスっても大丈夫ですね。まあ、なんで、レンゲ状態に入っていればさらにバフ解除もできる。まとめると、まあ、どんな HP でも、まあ、大体 1400%×6 回近くの攻撃っていうのはできる。で、撃砕とバフ解除も備えていて、まあ、特に撃砕ですね。撃砕かつこのダメージなんで、かなりダメージ出していくことができます。ボス戦でもこのスキル1に関しては優秀な火力要因になっていくことができるんで、このスキル1だけ取ってみてもめちゃめちゃ強いことがわかるかなと思います。続いてスキル2も負けず劣らずの性能になるんですけど、敵6名に 700% の物理ダメージを与える。で、毎度攻撃する前敵が撃砕状態である場合必ずクリティカルになるとあるんで、まあ撃砕状態スキル1で、まあ、回数攻撃なんであれ、まあ、敵6名にうまいことを撃砕を付与するできるかって言われるとなかなか難しいと思うので、まあ、撃砕キャラと組むのがいいんでしょうね。このクリティカルを発動させたければ。で、さらにですね、敵の残り HP が 50% より低い場合ダメージは倍になる。なんでスキル1と違ってクリティカルとダメージ倍が共存しているような形になります。ここまでですね、まあ、ダメージ倍とクリティカルで 2660%×6 名攻撃っていうところで、範囲攻撃としてはかなりダメージ出していくことができます。まあ、これに撃砕もついているんで、まあ、パーセンテージ以上に出していける感じになってますね。で、まあ、スキル1と同様ですね、自分がレンゲ状態である場合、毎度攻撃前に 100% の確率で敵のバフを一つ解除させることができるということで、スキル1、スキル2合わせてですね、レンゲ状態であれば、まあ、12個のバフを解除していくことができるっていうところで、まあこれもなかなか優秀ですよね。まあ、こっち、スキル2に関しては全体、バフ解除になるんで、なかなか優秀かなと思います。で、敵を撃殺するたびにですね、自身の HP 上限の 20% に相当する HP を回復する。まあこれ、与えたダメージじゃなくて、もう自身の HP を、参照した、回復になっています。で、もう ここで終わっていても十分強いんですけど、この先にですね、まだ敵を撃殺できなかった場合、もう一度このスキルを発動する。で、追加発動は1回のみとあります。先ほど見た高順とはえらい違いですよね。高順にもうプラスアルファどんだけついてるんだって感じのスキルになっているんですけれども、まずダメージとしては 2660% の6名攻撃を最大出していけると。で、さらにバフ解除と HP 回復と追加攻撃がついている。まあね、どんだけてんこ盛りなんだって感じなんですけど、しかもですね、撃殺できなければ追撃っていう感じなんで、まあ、HP 回復はほぼ可能なのかなと思っています。
ここの HP20% 回復っていうのは、発動するかしないかちょっと微妙なところではあるんですけど、まあ、撃殺できなかったら追撃があるんで、まあ、基本発動していけるのかなと思っています。これ2660%の6目攻撃になるんですけど、追撃発動したらさらにこの2倍ですね、5320% 出していくことができるんで、まあ、普通にボス戦でも、範囲攻撃ではあるものの、ボス戦でも使っていけるようなスキル2の性能になっています。で、最後にパッシブになるんですけど、まあ、このパッシブは、まあ、正直そんなに連携が全部持っていってるんで強くはないです。耐久性とか命中っていうのはないんで、まあ、そこまで強くはないんですけど、まあ、やっぱりこのパッシブさの連携ですね、これがもう全部持っていってるかなと思います。で、このレンゲ状態に入ると反射では非常にやられにくくなるんで、この HP 吸収 20% っていうのは非常にレンゲとの相性も抜群だと思います。で、筋力に関しては、まあ、パッシブレベル ×240 ついているもののですね、まあ、武将が多い環境ではありますので、まあ、筋力は頑張って育てていかないと、撃砕状態にすることっていうのはなかなか難しいのかなと思います。で、総評としてはですね、戦役としては丸ですね。まあ命中パッシブがないんで、まあ私も戦役で使っているサーバーとかありますけど、まあやっぱり外すときは外します。命中パッシブがない分外しやすいのかなというのは実感していますね。まあただ当たればかなりダメージ出していけるんで、使いやすいのかなとは思います。で、先ほど言ったようにボス戦ではスキル1、スキル2ともに、かなりダメージ出していけるんで、20丸ですね。で、闘技場はもう花丸にしました。まあ、各々のサーバーでですね、まあ、なた使ってる方見てもらえばいいと思うんですけれども、まあ、ほとんどの方がなた使ってるような状態になっているんじゃないかなと思っています。まあ、それぐらいですね、このキャラ闘技場で強いので、花丸とさせていただきました。で、まあ、城に関しては、連携発動しちゃったら、もう連携その先発動しなくなっちゃうんで、このキャラ耐久そんなに強くないんで、しっかり対策されると、まあ、城では使いにくいのかなと。まあ、使いにくいといっても対策が必要になるんで、まあそれだけでも十分役割はあると思うんですけど、まあ、城では強いて言えば弱いかなと思います。まあ、強みとしては連携がぶっ壊れっていうところと、まあ、全てにおいても高水準ですよね。で、さらに格上でもガンガン倒していけるっていうところが強いかなと思います。で、弱みとしては連携がない状態だと耐久性はない。まあ、ここで城をちょっと使いにくいかなと思っています。で、命中パッシブがないものが惜しいですね。まあ、これがあれば戦役も20丸になったと思うんですけど、ここが残念です。まあ、まとめとしてはもうお前がナンバーワンだっていうところで、まあ、放置少女の中ではこのキャラが一番無難に使いやすいキャラになっているんじゃないかなと思います。まあ、もちろん戦役特化だと上杉謙信とか、まあ、城特化だとどっちかっていうと毛利元就とかの反射がスキル1で反射無効っていうキャラが強いとは思うんですけど、まあ、総合で見るとこいつがナンバーワンなんじゃないかなと思っています。なんで今取れる方は特に嫌いなところがなければ取るのをおすすめしますね。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画をどんどん撮っていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。